Bye. はい、どうも、収益自動化くんのミンです。え今日はですね、恥ずかしながらですね、ここに彼女がいる状態でですね、あの、収録をやっとるということで、ちょっと恥ずかしいんですけども、しっかりと解説していきます。前回の動画ではですね、収益の自動化とはというところをお話ししたんですけども、今回は働かなくても売れる仕組みっていうのは、どうやったら作れるのかっていうことを徹底的に解説していきたいと思いますので、今からね、最後までしっかりと見るようにしてください。では、始めたいと思います。 スタートはいではですね始めていきたいと思うんですけど今日お話しするのは5つのことですはい1つ目がですねなぜこんなことをわざわざ教えてるのかということと2つ目が仕組み化するなら現代はこれを使えということと3つ目は何からやっていけばいいのということと4つ目が失敗しない方法を教えますということと5つ目てか 初心者は売るものなくねっていう。ね。えー、まず最初は何を売ればいいのっていうところを多分みんな知りたいと思うんで、えー、最後の方までね、えー、見ていただいて学んでいただければなと思います。まあでもですね、こう動画見るのめんどいなとか、まあでも自動化ってどんなんか学んでみたいなっていうね。えー、そんなあなたには、 えー、これです。えー、まず概要欄から公式 LINE に登録していただいて、えー、概要欄から、まあ、Twitter フォローしてくれっていうことと、あともう、とりあえず、チャンネル登録してくれっていうことをね、先に伝えておきます。はい。ではね、えー、まあ、ごちごち言っててもあれなんで、えー、早速始めていきたいと思いますが、えー、働くなくても、えー、売れる仕組みを解説しますということで、まあ、まず一つ目の命題ですよね。えー、なんで、こんなことを教えてるのかっていうことなんですけど、まず、まあ、あこういうね、えー、使命を僕は感じてやってるっていうことなんですけど、 まず一つ目がスストレスに溢れてる世の中を変えたいってことなんですよね、えー、僕自身ももともとサラリーマンをやってまして、まあ、1年間だけなんですけど、まあ、安定やと思って就職したんですけど、まあ、結局まあねストレスに溢れてるわけですよいろんなね、えー、嫌な上司もいて。 なんか、やらな、やりたくない仕事もね、めちゃくちゃさせられるみたいな感じで、まあ、ストレスに溢れてて。で、えー、まあ、自分のね、やりたい趣味とかにも、えー、時間を割けないみたいなね、えー、感じで、まあ、お金はやっぱりもらえるんですけど、まあ、そこそこね、我慢をしないといけない人生っていうのでね、えー、それがみんな当たり前になってると思うんですけど、そういうね、ストレス社会が当たり前になってるんですけど、それを、まあ、できるだけ取り除いていきたいっていうビジョンでやってるっていう感じなんですね。で、二つ目が、こう、自動化をしっ で、こう趣味のある人生を、えー、送れる人をね、一、えー、人でも多く輩出したいっていうね、えー、こういうビジョンでやってます。あのー、そもそもね、こう仕組み化っていうのを知らない人はなんか自分の力か、えー、使って、えー、いっぱい稼ごうとするんですけど、えー、そんなものもまあ、大事なんですけど、その後に仕組み化しないとやっぱり自分の人生って自由になっていかないので、えー、そういうところをね、えー、まずはしっかりと抑えてもらいたいなということです。はい。 で、えー、そもそもですね、えー、自分が働かなくても売れる仕組みっていうのはどうやって作ったらいいのかっていうことなんですけど、まず、え、今の時代は絶対にこれを使えということで、えー、解説していきたいんですけど、これですね、えー、インターネット、それ一択。はい。えー、なぜなのかということなんですけど、えー、まあ、別の動画でもお話をしてるんですけど、人を使うとまずデメリットが多いんですね。 そもそもその会社っていうのは、その人を雇ったりとかして、え、いろいろね、えー、人材の管理をしていかないといけないっていうイメージがあると思うんですけど、人を使うといろいろとデメリットが多いわけですよね。 あの、まあ、飛ぶ人も現れたりとか、サボる人が現れたりとか、売り上げ全然上げてくれないとか、いろいろデメリットがあるわけなんですよね。ただし、こう、ネットだと、えー、24時間働いてくれるがために、やっぱりインターネットを今からは使っていかないといけないということなんですけど、えー、まあ、これに関しては、ちょっと、えー、一個前の動画ですね、概要欄にも載せておるんですけど、えー、働かなくても売れる自動化っていうのを分かりやすく、えー、解説した動画がありますので、え、概要欄からね、えー、見ていただければなというふうに思います。もちろん、この動画がね、終わってからでも大丈夫ですので、 見てくださいではですね、えー、そもそも何を学んで実践すればいいのっていうお話なんですけども、まあ必要な知識とスキルはこれです。まあ一つ目が、まあ営業のね、えー、スキルですね。で、二つ目がライティングの、えー、スキルですね。え三、ー、つ目がその簡単なマーケティングの知識が必要です。 で、四つ目が、これ、SNS を、えー、継続する習慣。ま、あこれも一応スキルの一、えー、つなんですけど、なんで必要かっていうことを、えー、ちょっとお話ししていきたいんですけど、まあ、一つ目の、えー、営業に関してなんですけど、営業っていうので、ね、えー、絶対できた方がいいんですけど、これなんでかって言ったら、えー、まず、その、物を売るっていうね、えー、技術、これを身につけとかないと、 まあ、例えば自分に、こう、プログラミングができるじ技術とかがあったりとか、サイト制作ができる技術があったりとか、動画編集をできる技術とかがあっても、そのスキルをね、売り込む先とか、まあ、売り込み方がわからないとか、売り込む、まあ、勇気がないとか、あの、そ,のそ、そもそも、能力がないみたいな人だったら、売り上げを上げることができないわけですよ。もちろんその案件を受注できないからね。 なので、えー、そもそも、まず営業っていうところから、えー、鍛えていかないと、まあ、フリーランスでやっていくのはまず厳しいということを、えー、知っておいてほしいんですけど、これはもう、ね、厳しいこと言うようなんですけど、現実なんで、えー、まず営業をね、えー、学ぶようにして、まあ、しっかり実践して、えー、まあ、人間力をね、高めるみたいなイメージなんですけど、人間力を高めて、まあ、案件をもらえるような人間に、えー、なるようにしたら、そもそも営業もうまくいくんで、えー、それをまず、えー、スキルとしてつけてほしいなっていうのです。はい。で、二つ目ですね。これ インターネットで活動していくにあたって、まあ必要な、えー、一つの能力なんですけど、これライティングですね。やっぱ文章を書く能力。これは、まあある程度つけとかないと、やっぱり厳しい時代です。はい。まあ例えばなんですけど、まああなたがね、えー、何かインターネットで物を売っていこうってなった時に、まあこうやって動画撮影とかで、えー、プレゼンしていくのももちろんいいんですけど、その動画がね、見れない環境の人とかもまだこの時代いるわけですよ。まあ 5G にまだなってないから、まあ言えることなんですけど、 ま、動画ね、えー、いちいち時間割いて見たくないっていう人もかなりいるわけなんですね、今。で、文章の方が読みやすいですよっていう人は、文章で、えー、いろいろと理解していきたいっていう人がまだまだ多いんで、なので、まず、こう、文章を読む人がまだ多いんですね。だから、 え、ライティングっていうのはそのものを書く能力なんですけど、その能力からつけていかないと、そもそも厳しい。で、そのコピーライティングっていうのをね、学ぶっていうのも非常に重要で、コピーライティングっていうのはそのライティングの力を応用して、文章だけで物を売る技術なんですけど、その技術をねえ、つけておかないとネットで物を売るっていうのは難しいので、このライティングっていうのも非常に重要な知識とスキルになってきますと。で、マーケティングのこの知識なんですけど、 マーケティングの知識っていうのはもうそもそもそんなにこう元々勉強する必要はなくてその知識だけあっても割と無駄でそれを実行してその失敗してああこういうデータが取れるんだっていう経験がねできないと意味ないんでえそもそもマーケティングの知識を身につけたかったらシュガーマンのマーケティング30の法則っていうね本があるんでそれを読んでもらったらいいかなっていうふうに思います で、え四、ー、つ目ですね。これ、SNS を継続する習慣なんですけど、まあ今の時代なんですけど、個人の時代ですよね。ね、個人の時代っていうことは、自分を売り込んでいかないといけない。自分を有名にしないといけない時代っていうふうになってきています。で、その方がやりやすいんですね、非常に。で、えー、そもそも SNS 始めたけど、全然、例えばツイッターだったらいいねがつかないとか、あの、そういう問題が出てくるわけですフォロワーが増えないみたいな。 問題が出てきて、まあ、9割ぐらいの人は辞めちゃうわけなんですけど継続する習慣を、えー、つけないといけなくて、まあ、そのためには、まあ、例えば自分がその苦しくならないようにしないといけなくて例えば Twitter だったら、えー、投稿予約を、えー、ソーシャルドックっていう、えー、アプリを使って、えー、毎日しておくとか寝る前に、えー、する習慣とかにしとかないと、えー、やっぱりこう、まあ、毎日やらないとやらないとってなってるとしんどいんで、えー、この時間に えー、まあ、やるのが楽しいとか、人と絡むのが楽しいみたいな感じで、えー、楽しみと、えー、習慣化、これ両方とも、まあ、能力としてつけるようにしておくと、ずっと、えー、SNS 継続することができるので、このね、習慣化っていうのもしっかりとできるように、えー、していかないといけないです。はい。で、えー、まあ、必要な知識とスキルは4つともこれなんですけど、 じゃあ、そのスキルがあったとして、えー、どの順番でやっていけばいいのっていうことなんで、まず例をね、えー、簡単に、えー、紹介していきます。1、えー、つ目の手順がですね、えー、他人の商品を営業するっていうのを、これリアルでやってください。えー、まず最初って自分の商品がないんで、ま、他人の商品を売ることが、えー、多くなってきます、えー。僕の場合だったら、最初ビジネス始めて、えーま、受けたコンサルを売ってたりとか、 まあ他にえー何か案件をもらって、例えば投資系の商品とかね、そういったものをまあ他人にプレゼンしてえ売るみたいなことをしてたんですけど、これえと1ヶ月で100人あってて3ヶ月やって300人ぐらい会いました。で、営業して1件も決まらないみたいなことあったんですけど、まあそのね、 ま、経験もあって、300何人目かぐらいにやっと制約して、そっからはめちゃくちゃこう、自分の営業の能力が高まったので、何でも売れるようになったっていうのが、実際なので、それで売上が立ったわけですよ。で、売上が立ったっていうことは、それ実績なわけですよね。月に、一応売上としては、200万ぐらいを上げることができて、自分のところに100万円ぐらい入ってくるみたいな状態を作り出せたんですけど、それって一応実績じゃないですか。 そしたら、まあ、その、ね、2つ目なんですけど、その自分が、ねえっと、他人の商品を販売して実績を作るというところができるようになるわけなんですね。そしたら、えー、その、まあ、自分が営業してて失敗してる様子とか失敗した経験とかを SNS で発信していくわけです。で、とある時にようやく1件決まりましたとかみたいな感じで、清少の、ね、様子を発信することによって、まあ、同じく、ね、営業で稼がないといけないとか、 まあ、サラリーマンで営業職してるけど全然売れないみたいな人がえファンになってくれるわけなんですね。でファンになってくれるってことは、まあ、この後長い目で見て、えー、自分のね、まあ、ロイヤルカスタマーっていうんですけど、まあ、ずっと、えー、いろんな商品出しても買ってくれる人ってのになっていくので、 え、まあ、こういうところでね、えー、しっかりファン作りをしていかないといけないんですね。で、三つ目ですね。えー、次が、えー、実績を出すための道のりで使った知識をさらに深掘りして学ぶっていうのは、例えば営業に関してなんですけど、まあ、営業でなんとなくこう、トークして、なんとなく売れましたお商品にしても、これも、ね、再現性あるわけないんで、えー、あの時に使ったトークは、えー、他人の心をどう動かして、みたいな、えー、心理学の部分とか、 こう、どうやって、え、相手の心がこう動いて、こういう仕組みで、え、相手が買いたくなって、え、だから買いましたみたいなところまで、ちゃんと深掘りして自分で学んで、まあ、理由付けをしていくわけですよね。なんでこれができたのか、なんでこれができたのか、それはこのテクニックを使ったからだっていう風に深掘りして学んでいくわけですね。で、4つ目。その次に、え、実績への道のり。まあ、それはノウハウですよね。自分がやってきた経験とか。 テクニックとか、それはノウハウなわけなんで、それと、え、さっきね、深掘りした知識をま合わしてですね、自分オリジナルの商品っていうのを作っていくわけですね。例えば、え、ま、動画、こうやって撮るのでもいいし、ま、あその他にも PDF コンテンツみたいな感じで、え、文字に落とし込んで、え、作るもよし、みたいな感じで、ま、別にそのお客さんが読みやすいようにとか、見やすいようにとかできてたら、なんでもいいんですけど、自分オリジナルの商品を一つ作っておくっていうのが非常に重要です。と、同時に、 え、これ必要なのは、え、同時にですね、その Lstep っていう、まあ、え、LINE を、まあ自動化するツールがあるんですけどね。ツールというかサイト、サイトがあるんですけど、え、それを使って、え、公式 LINE と紐付けして、自動で、え、配信できるようになるんですけど、それを自分の作った商品を売る仕組みっていうのを同時に作っていくと、え、いいと思います。そこは、え、コピーライティングが必要なので、え、ね、え、本とかでしっかり学ぶようにしてほしいんですね。 で、えー、そもそも、まあ、そのね、えー、どういうストーリーで語っていったら商品が売れるのかっていうのはまた別動画で深掘りしていくので楽しみにしとってください。まあ、ね、これ、先をね、ちゃんと知りたい人は、ここでチャンネル登録、一応ポチッとしとってください。はい。で、えー、5つ目ですね、えー、商品と仕組みを作ったら、え、あとはツイッターなどで、 えー、まあ、発信をしてね、ファンを獲得しようっていうことなんですけど、まあ、これね、えー、さっきちょっと言ったんですけど、SNS で成長の様子を発信しろって言ったのはファン作りでしたよね。で、えー、商品と仕組み作って、で、その SNS だけやってても、その商品は売れないわけなんですけど、そこに、えー、例えば、ツイッター、Twitter、だったら、プロフィールのところにブログとか載っけといて、えー、ブログに、えー、飛んでもらった先に、 えー、自分の LINE のリンクとかを貼っとくと、ファンになった人は、まあ、そこから、えー、この人の情報をもっと取りたいってなってきてくれるわけなんで、えー、ま、LINE に登録してくれるわけなんですよね。なので、そのファンを作るっていうことが、その、ある意味、お客さん作りに、えー、変わっていくので、えー、まずは、えー、商品とか、ま、実績とか作って、商品作って、仕組み作って、仕組み作ったら、あとはファンを作るために、えー、Twitter で発信していくっていうのを、えー、やっていくといいんですね。 そしたら、まあ、ファンができたらですね、えー、作った仕組みである公式 LINE に集客っていうのはさっき言ったように、え、プロフィールに、えー、ブログ載っけといて、え、ブログの中に、えー、LINE アットですね。LINE アットのリンクとかを貼っとくといいっていうことです。そしたら、えー、まあ、さっきも言ったようにファンになった人はもっとこの人の情報を取りたいから、えー、もっとこの人から学びたいと思うから、えー、LINE に登録してくれるわけですね。 なら、そこで簡単に売れたらいいんですけど、最初ってもちろんそのライティングのね、能力とかもないんで、自分の商品ってなかなか売れないわけなんですけど、えー、そしたら自動で売れるまでですね、えー、改善をしていくわけです。この文章が微妙だからとか、まあ、Lstep っていうサイトは、えー、しっかりとこのリンクは踏まれてませんとか、 このリンクは踏まれてますとか、そういうね、数字もデータ化して、えー、見れるようになってるので、えー、そういったところもですね、データを取りながら、まあ、悪いところを改善して改善して売れるまで、えー、作っていくっていう感じです。はい。それができたらですね、もう、あの、自分の、えー、作った優秀な営業マンが24時間働き続けてくれるっていう状態ができるので、えー、まあ、もう完成ですよ、仕組みがね。えー、そしたら、まあ、あとは、もうとりあえず集客をしまくる。 ようにファン作りをし続けるこれだけです、やることは。はい。意外と簡単ですよね。はい。簡単っていうとの、道のりは長いんで、まあ僕もここまでね、3年とかかかってるんですけど、作ったら本当に自由になれるし、 自分が好きなことをしてても売り上げが上がるようになるんで、えー、ぜひね、諦めずにやってほしいんですけど、まあ、まだね、えー、この先に、でも初心者は、えー、売るものなくねっていうところがあるんで、この後ね、しっかり聞いとってほしいんですけど、えー、そもそも仕組み作りに失敗しない唯一の方法があって、これも一気にやることです。はい。えー、の大体そうだと思うんですけど、本とか読み始めた人って、なんか一日で読み終わらないと、 もうその本途中で読むのやめちゃって結局先延ばしにして最後まで読まなかったっていうこととかってあると思うんですけどそういったことが起こりかねません。はい。あの、まあ、仕組みを作るときでも同じことが起こりかねないのでまあ、絶対、えー、最初作り始めたらぜもうちゃんと毎日この時間はこれをやるって決めて、えー、一気に作るようにしてください。まあ、それはビジネスで売り上げを上げるときもそうなんですけど まあ最初に営業を学ぶって決めたんだったらもう毎日絶対にこの時間は営業を学ぶことに使うとか、人に営業する時間に使うとか、まあそういった感じで、一気にね、売り上げまで駆け抜けていくような動きをしないと、やっぱり失敗します。で、仕組みを作る時もやっぱり一気に作らないと途中でやめてしまって失敗します。なので、一気にやるっていうのをしっかりと意識するようにしてください。で、最後にですね、売るものなくねっていうことなんですけど、これ結構みんな知りたいと思うんですよ。 で、解決法はもう明記しておきます。はい、これです。はい。やっぱり、えー、アフィリエイトに限るということなんですけど、アフィリエイトっていうのは、えー、他人の商品を売って、えー、売れたね、例えば5万円の商品を売ったんだったら、そのうちの30%、1万5千円を、えー、あなたに、えー、入りますよっていう、えー、ものなんですけどね。まあ、そういった感じで自分の商品がないときは、まあ、他人の商品を営業するしか、やっぱり、 なかなかね、売り上げを上げることはできず、まあ、他にね、物販とかそういうのもあるんですけど、やっぱりさ僕は、そのさっきね、営業っていうのが一番最初大事ですよって言ったんで、えー、まあよっぽどですね、その人と関わるのが嫌だっていう人以外は、まずえ自分でえ足を使ってですね、人に会って営業をしていって、他人の商品を売るっていうところから始めた方がいいです。 で、まずは実績、とにかく実績っていうことなんですけど、やっぱり実績がないと商品も作れないですし、えー、その自分のファンを作るときにね、実績ない人に人集まらないわけなんですよ。人間性だけで、えー、集めたところで自分の商品っていうのはやっぱ実績がないと作れないので、まあゼロのままなんですよね。なので、そこで実績はしっかり作るようにしておいてください、最初ね。はい。で、えー、まず自分でお金を稼ぐっていう経験をしろっていうことなんですけど、やっぱりこう、多くの方は、 まあ今まで自分の力でお金を稼ぐっていう経験はしてないはずなんですよ。自分の時間を売って時給でお金をいただいたっていうことはあると思うんですね。例えば、たえー、アルバイトだったら1時間突っ立ってるだけでも900円だったり、1時間死ぬ気で働いても900円だったりっていうみたいな形だと思うんですけど、まあそういう、ね、経験では、あのー、まあ甘いと言ったらあれなんですけど、まあ、自分で、こう、例えば、 100時間働いたとしても、その仕事の内容が悪かったら、自営業だったら0円なわけなんですよ。はい。あの、仕事が遅いから、もうお前には仕事やらんみたいな形で、えー、言われたりとか、そういう厳しい世界ではあるんですね。なので、えー、やっぱり自分でお金を稼ぐっていう経験は、えー、やっぱりなんか、こう、普通では絶対できない経験なので、まあ営業とかして、まあたくさん失敗してですね、一見制約して、まあ自分に10万円とか入るようなね、えー、経験。 ま、これは本当に、ま、その先の人生をガラリと変えてしまうような、ま、衝撃的な体験になると思いますので、絶対に、え、まず自分でお金を稼ぐっていう経験はしてください。で、商品作りは後回しで OK っていうのは、とにかく実績を作るために他人の商品とかを、え、売るようにして、 ま、その後、まあ、知識とか、スキルが積み上がってきて、そっから作れば大丈夫ですと。はい。いきなり仕組みを作る必要はなくて、まずは実績を積み上げるようにしてくださいということが言いたいんですね。で、えー、自分がしょ、えー、自分が購入して良かったものを熱意を込めて紹介しろということなんですけど、まあね、そらそうなんですよね。あのー、よくいるんですけど、まあ、 えー、別に自分買ってないけど、まあ、この商品売りつけたいから、えー、紹介したろみたいな感じでブログでね、えー、記事書きまくってる人っているんですけど、やっぱりね、あの、読み手も最近、えー、まあ、目が超えてますと。なので、えー、バレます。自分がいいと思ってなくて売りつけたいだけの商品記事とかって、やっぱり売れないんですよね。なので、えー、自分が、 体験して、えーまあ、こういうストーリーがあって、こう、こう、こうだったけど、えー、この商品使ってこうなれましたよとか、この商品使って頑張ったことによって、これぐらい実績が出ましたよみたいな感じで、えー、熱意を込めてですね、相手にお勧めするものを、えー、作らないといけないというか、まず、えー、そもそも自分で勝って体験しないといけないっていうところを、えー、しっかりと道順踏んで、でっていくようにしないと、やっぱり物は売れないです。はい。 で、実際にリアルで売っていくときもそうですし、えー、サイトでね、さっき言ったようにブログ記事書いてやっていくときもそうなんで、えー、自分が購入して実際に良かったものだけをしっかりと、えー、紹介した方がいいです。あの、いろんなね、えー、記事書いて、 とかいろんなももののを自自分分商品にして売りりつけるよりも自分で、体験してよかったものだけを売れる方がいいですで、えー、まず次ですね。えっ、ー、と、理論だけではない人の気持ちを動かすような商品レビューをしようっていうのは、まあ、そもそも自分が購入してめちゃくちゃ良かったなっていうんだったら、あのー、まあ、相手が同じ悩みですね。自分の過去と同じ悩みを、えー、持ってた時に、その人を助けてあげたいって思うわけじゃないですか。ね。あのー、過去の自分の苦しみと照らし合わせて、やっぱり、 その人のつ、ま、辛い、ね、現実っていうのを変えてあげたいなと思うわけなんですよ。だから、えーまあ、そういうところで自分の気持ちをもう正直に伝えるようなレビューを、えー、したら売れるんですね。まあ、それが、まあ、言ったら営業なんですよ。はいまあ、本質の一つなんで、えー、そういった感じでこう正直にやるようにしてください。売りつけるっていう気持ちはもう捨ててくださいっていう感じですね。はい、で、SNS をフル活用しろっていうのは、これはもう時代的な、えー、もので、 まあ、あのー、一人一人営業して、えー、回るんだったら、時間が、例えば一人1時間とか2時間とかかかると思うんですけど、まあ、SNS を使ってとか、まあ、例えば、ズームライブとかですよね。ズームライブとかで人が集まって、40人とかが一気に自分の話を聞いてくれる状況だったら、例えば、営業一人につき2時間かける、えー、30人とかしてたら、まあ、60時間かかるわけなんで、えー、まあ、単純に、1日6時間を、その営業とかに当てることができても、大体10日は、 えー、かかるわけじゃないですか。で10日かかるところを、ズームだったら30人を一気に、えー、セールスすることができるから、えー、まあ言ったら2時間で30人分、えー、できるわけなんで、かなり時間短縮にもなるし、まあ効率もいいわけじゃないですか。それで30人中、まあ10人でも、まあ、買ってくれたらめちゃくちゃ制約率高いんですけど、まあ10人買ってくれたらもうなんでしょう、例えば10万円の商品が10個売れたら、 えー、例えば2時間で100万売り上げてるみたいな感じになるわけじゃないですか。だから、えー、そういった感じで SNS を今は、えー、フル活用してやった方がいいんです。な、なので、えっ、ー、と、Twitter も YouTube とかも、えー、やった方がいいっていうことをね、えー、僕は言いたいです。 で、ええー、まあ最後にですね、まあ売,る売ろうとするな伝えろっていうことなんですけど、まあさっきね、えー、自分が購入して良かったものを熱意を込めて紹介しろとか、理論だけではない人の気持ちを動かすような、えー、商品レビューをしろっていうふうに言ったんですけど、本当にこの通りで、えー、営業をするときに、えー、まずつまずく。 のはえっと売ろうとしすぎてえまあ嫌われるっていうところで挫折してしまうんでまあ売ろうとせずに自分がいいと思ったものはいいって言うしえ悪いと思ったものは悪いってちゃんと伝えるようにしないとものは売れないのでそういったところをですねまず基礎として身につけていただければ売るものがなくてもまあ他人の商品とかでも実績を作ることはできますのでそれで実績を作ってでその後に自分の商品をねさっき言ったように作って リリースするようにすれば本当にその作った商品がいいと思ってたら売れるんでそういったね手順を踏むようにしてくださいということで今日はね えー、結構濃い話にはなってしまったと思うんですけど、まあめちゃくちゃね、まあわかりやすく紐解けたと思いますので、しっかりとね、この動画一回見るだけじゃ多分、あの理解できないと思うんで、経験を積みながら何度も何度もね、見返すようにしていただければな、というふうに思います。ではね、えー、今日の内容は以上なんですけど、えー、この動画良かったなと思った方は、えー、グッドボタンを押していただいて、下からね、えっ、ー、とチャンネル登録していただいて、はい、えっ、ー、と、毎日、えー、動画を見るようにしてください。ではね、今日の動画は以上になります。 ありがとうございます。